じゃあもう一問、これはね、初出し女王、ルシアとスバルがね、初めてね、そのね、ディスコードをしたんですよ。初めて知ったディスコードの内容は何でしょうか。これは分かってほしい。赤、はじめましての挨拶、緑、コラボのお誘い、青、感謝の言葉、よ、黄色、遊びの誘い。これはね、ルシア、スバルはこれ、ちなみにスバルから送ったのね、これは。ルシア？え？いや、スバルはルシアを信じて、スバルはね、もうすごく嬉しかったの。赤でいいですか、ルシア。青。青。青。感謝の言葉。本当にいいかそれで。え、ルシア、やっぱり、いや違うな、違う、これだよ。いやいや、反応見んなよスバルの。これ絶対これだと思う、ルシア。はい、それでは正解を発表します。うん、正解は青、完成だ。やったー、ルシア、やった。だってなんかそんな気がしたもん、なんかあれがなんか俺気がすると会社ってこの子、ルシアが好きって言ってるのを知ってくれてたんじゃなかったっけ。いや、なんか、あのね、これね、スバル、久しぶり思い出してめちゃめちゃ びっくりしたんだけど、スバル誕生日に、その、マネージャーさんからなんかイラストをもらってたのね。あー、恥ずかしい。で、イラストをもらってて、それで、なんか誰からからは言いませんがって言われて、で、スバルがなんか誰からなんですかって聞いたらルシアからだ。やだやだ。そうそうそう、デビュー前にね、そうスバ先輩好きで、デビュー前にほらそう、する前に送ったんです、マネージャーさんに。スバ先輩マネージャーさんに、そう送ってあげと届けてくださいっつって、そう、そう、それでスバ先輩それ言ってくれたんですよね。ルシアだったのありがとうっつって、誰かわかんないって聞かされてたっていうのをスバ先輩聞いた。そうそう、恥ずかしい。それのありがとねっていうディスコードをしたっていう話なので、あー、ルシア、すいません、前覚えてくれたんや。いや、いや、赤はちょっとあれですよ、あの、ワンクッションみたいな。ほんとね、お前、赤行った時、スバルどうしよう、この流れってめっちゃそわそわしてた。いや、あれですよ、そうそうそう、ワンクッションですよね、やっぱ、ないとな、みたいな。そこでないといけないです。お前、言葉が震えすぎだろ。いやいやいや、いや、それは緊張してるんですよ、今日ほら。ね、その日が一つ、それ、レアなんだね。緊張してる。まあまあまあ、でもね、うん、これからもね、まだまだたくさんね、いろんな人がね、プレゼントとともに来ると思うので、レジアホー